異国情緒漂う歴史と文化が息づく港町、ここを本拠地とする女子サッカークラブアイナック神戸レオネッサ、全ては勝利のために。新たなスローガンを掲げ、最後に挑むなでしこリーグへ向けてゲルト・エンゲルス監督を招聘、さらに新戦力を補強して着々と準備を進めていた昨年の春、新型コロナウイルスの影響を受け、リーグ開幕は延期。不安と戸惑いの中で、クラブは活動再開の日を待つばかりとなった。昨年1月発表されたアイナック神戸の新体制、エンゲルス監督の就任、そして新人3名、移籍選手3名の加入、クラブの大型補強により移籍してきたその中の2人、アルビレックス新潟レディースから坂口萌乃、ジェフユナイテッド市原千葉レディースから西川彩香。開幕に向け準備を整えてきた彼女たちでしたが、神戸での自粛を余儀なくされることに。始まるか始まらないかもわからない状態だったので、まあ、すごい不安でもあったし、まあ、気持ち的にもすごい難しい状況ではあったんですけど、まあ、その中でも、まあ自主トレの部分だったりっていうのは、まあ、やり続けるた続けられて多分もあるし、なんていうの、パーソナルで、パーソナルの、まあ、トレーニングもしたりして、まあ、開幕前は頑張ってきました。まあ去年と比べて、まあ、環境も変わったので、まあ、サッカーに費やせる時間が増えて、働きながらのプレーが多かったんで、千葉の時は。まあ、そういった時間がある中で自分の体と向き合う時間、サッカーと向き合う時間は本当に多くなったなとは思って、そういったところも今後どうしていかなきゃなとか、自分は他に何がやりたいのかなとかは自粛期間にはすごい考えたよね。うん、ね、いろいろ考えたね。時間がありすぎてね、うん、思ったよりあるんですよ本当に。時間って何よし、ポコから行こう、ポコから、ポコから、うん、もう癒しですね。帰ったら喜んで出迎えてくれるし、そのままもうなんか帰ったら抱っこして、そこから何分か経てないです。お出迎えはしてくれるんですけど、まあ、その後も、まあ、家のことちょっとやりたいじゃないですか。で家のことやってると一回座れみたいな感じでにゃーにゃーにゃーってずっと言ってるんですよ。でなんかにゃーにゃー、なんで言ってるんだろうって最初分からなくて、なんか神戸に来てからすごい泣くようになっちゃって、何なんだろうと思ってご飯あげても泣くしってなってて、でもなんか座れってことかなって座ったら もうとりあえずぴょんってここに来て見てるんですよ、ここから。あーかわいいって思って。そういう連続で癒しです。ペット家の物件は少ないです。賃貸だからなのかわからないけど、で少ないよね。そうでもない、猫っかだもん。新潟だったからね。新潟もそんな多くはないかな。多くなかった。でもなんか犬飼ってる人多いから、うん、結構
散歩したら会う人に散歩してる人に散歩してる人とこう会話したりとかはすると楽しいですね。あとあの散歩コースがすごいいっぱいあるんで。そうなんだ、うん、いいな犬。そこはなんかいい風景だったり気持ちいいなって思いますね。晴れが多いし。確かにで晴れは多いし日差しは強いね。そうだね新潟はちょっと寒かったんで、まあ、猫は多分関係ないんですけど普通に、まあ、そのご飯屋さんとか多くて、なんだろう、昔ながらって言ったらなんかいい言葉なのか分かんないけどあるよね。ね、だしすごい気さくに話しかけてくださりますし、なんかアットホームというか、全然ここ出身じゃないのになんか名前覚えてくれて、あ、今日も来てくれたのとか、なんかすごいよくしてくれる人多いよね。うん、ね、最初はちょっときついなとは思いましたけど、慣れちゃえば逆になんか距離が最初から近いので話しやすいっていうのはあるよね、うん、自分が結構話すタイプの人じゃないのでバーって話してくれた方が楽です。なんかでも映っちゃいます。あ、わかるわかるなんかちょっと映っちゃうんだけど合ってないんだよねで、ちゃうしみたいな、なんかね、難しいよね。なんかこう合わせて話そうと思ってるんだけど、こっちの人からするとちょっとなんかムカつくんだろうなって気持ち悪い思います知らんけど、分かんなくなるんですよ。知らんけどか知らんけど何個かあって、でもどれもなんか外れなんですよ。いつも言いたくて、なんかこれなんとかいくららしいでみたいな、知らんけどとか言うけど全然違うみたいな、知らんけどは多分言えないです。一瞬無責任な言葉なんだよね多分ね。 ね、なんか言い捨てのやつ、うん、そう知らんけど知らんけど知らんけど痛いんだけどね。あ、でも美味しいとこいっぱいあって、本当になんかもっといっぱいあるんだろうなと思っていっぱい知りたいですけど、まあ、コロナでなかなかどこでも行けることではないので、うん、なんかね、行きたいよね。行きたい、いろんなとこ。上の方ちょっとおしゃれな、なんか調べたらいろいろ出てくるんですけど行けないなって思って。行ける時期は行ったりしてたんで、うん、今いろんなところ行きたいです。やばい、サッカー以外こそないです多分、うん、私は他に趣味が猫しかないんで、うん、どうしよう。そうそう、犬しかいないんです最低この2人ドッグカフェとかあるからいいよね、ワンちゃん、うんうんうん、ね、しかも多いし、うん、神戸結構多いですよ今ドッグカフェ多いよね。多いです。なんか知らないけど、あ、知らんけど悔しい。だってニッシーなんてね一緒に行ったよね。そう、犬とか飼ってないのにみんなワンちゃん連れのに一人だけなんか何もいないけどいるみたいなね、結構謎だったね今考えると。最初の頃コロナが流行ってない時に結構ドッグカフェとか巡りしてたね。してたよね。クラブが活動を再開したのは6月。リーグは4ヶ月遅れて7月に開幕。アイナック神戸は初戦、2戦とも勝利を飾り、開幕ダッシュに成功。そして迎えた第3節、ホームでの初開催。このゲームからスタジアムに観客が入場。会場では万全の感染症対策が行われた。お
問い合わせが多かったのがどのエリアが空いてますかという問い合わせがあって、そういう問い合わせ今までなかったんでね、で3席空けて全席指定ということで、これも今まで自由席でやってきた中ですから、ファンの皆さんの方が少し戸惑われたと思いますけども、皆さんで理解していただいた中で応援していただいたということが、気づけたことが実は一番大きかったですね。第3節ホームゲームの相手はジェフユナイテッド市原千葉レディス。スコアレスで迎えた後半、新加入の田中からパスを受けてキャプテン岩渕がファンの前で先制のゴール。このゲームで初先発の中島、見事なコーナーキックが渡り、三宅がヘディングで押し込んでの追加点。守っても相手の反撃をしのいで完封勝利。新しいエンブレムを身につけた選手たちがホーム神戸での初陣を飾りました。細かいことで言うと、なんかこう挨拶 しっかりしてこうみんなにこうやってやる感じとか、かわいい、何今のなんかそういうのとかすごいしっかりみんな、なんか本当、あ、正直なんかそういうのってなんか恥ずかしくてできなかったんですけど、わかるわかる、うん、点決めた時とかのシューみたい なんか見せる感じ高さんね、そう高さんとかみたいな感じのすごい、ね、なんかそういうのとかはなんか今までと、あ、みんながこう意識して見せてるなっていうのを感じて。もう慣れましたか？自分がそうできるかって言われたら、うん、ちょっともうちょっと待ってとは思います。皆さんこんにちは、川澄奈穂美です。8月、チームにとってそしてファンにとってもサプライズが。レジェンド川澄奈穂美選手が再び神戸に凱旋。2016年から活躍の舞台をアメリカに移していたが、女子プロリーグが中止されたことを受け期限付きの移籍が決定。およそ8年の間に2度の MVP、 実に4度のベストイレブンにも選ばれ、アイナックの生え抜きとしては初の代表入りも果たしたレジェンド。彼女が神戸に帰ってきた。トレーニングマッチでもね、本当にいやそこじゃない、もっと前とかね、こういうその試合の中での声掛けをね一番してくれてましたんでね、アイナックマインドって掲げてますけども、やっぱり誠実さであったりね、情熱であったりっていう部分は川澄選手から多くの選手が学んだと思います。開幕3連勝から引き分けを2ゲーム挟んで首位浦和をホームに迎えての一戦、優勝を左右するとまで言われたゲーム。記者会見の日から6日後、川澄の出番は意外にも早かった。1点リードを許した終盤、国内リーグ実に4年ぶりとなる登場。しかしこの日のためにしっかりと準備してきたという彼女の存在感は少しも変わってはいなかった。まあ、レジェンドプレイヤーとしてね、やっぱりその引退してからうちの選手に何かアドバイスするよりも現役選手としてアドバイスをしてくれる、これが一番ね、もう生きた手本ですから、そういう役割を本当にしてくれましたので、僕自身は来てくれて嬉しかったし良かったと思いますし、まあ、でも本人はもうちょっと試合出たかったなっていう気持ちはきっと持ってアメリカへ帰ると思います。はい、皇后杯を含めて公式戦の出場は10試合。本人もやっぱり思い描いてたイメージとは違うかった部分は多々あると思うんですけども、一方でだからといってね、ふてくされることなくね、むしろその若い選手を中心にね、やっぱりこういうふうにもっとしっかり練習しようとか、サッカーに取り組もうとか、そういう姿勢をね、もう十二分に見せてくれました。8月最後のゲームは愛媛戦。雷雨による中断というアクシデントに見舞われるも、坂口のアシストを受け、まずは田中美奈が先制のゴール。4年連続得点王田中の勢いは止まらず、その後2得点を挙げハットトリックを達成。終わってみれば5対1と前節の悔しい敗戦を払拭する快勝。9月のアウェー4連戦へと弾みをつけた。完成度、完成度、大石さんとかいろんなポジションやったからね、うん、ここを極めるっていうのがあんまない中で頑張ってたっていうか、まあ、やらないと
けないっていうのは思って、まあ、プレーはしてたんですけど、移籍して1年目っていうのもあるのかもしれないんですけど、だんだん分かんない、難しい頑張って後半の方は途中からが多かったんですけど、やっぱり試合に出たいしもっとやらないとっていう気持ちだったりプレッシャーもあったりする中、なんか結果を出したいっていう気持ちが結構強かったから、まあ、吹っ切れた部分もあったのかな、吹っ切れたんじゃないかなって思います。なんか萌えさんらしい、萌えさんらしい。もともと後ろのセンターバックで勝負しようと思ってここに入ってきたんですけど、まあ、始まってみたらボランチ起用が多くて、まあ、そこも戸惑いましたし、まあ、レベルの高い選手がすごい多いので自分のストロングのところをどう出していけばいいんだろうっていうのには戸惑っていて、まあ、途中出場も途中からなくなってきちゃってて、で私も試合に出たかったのでポジションが変わって出ることになるとはその時は予想してなかったでしたけど、今一応定着した形で試合に出れてましたけど、まあ、後ろに入った時に、まあ、自分自身のそのウィークなポイントもたくさんあったので、そこをこうどう味方に助けてもらうかっていうのはすごい考えながらプレーしていて、そこが初めでした。リーグも中盤に差し掛かった9月、この月のアイナック神戸は4試合全てがアウェー戦。新潟との一戦、先制したものの、みるみるうちに相手のペースに引き込まれ、連続ゴールを許してしまい、これでシーズン2敗目。新潟にいた時は、なんかすごい燃えるというか、分かる。アイナックとやるっていうのに、なんか絶対負けたくないっていう気持ちは、やっぱなんか、他のチームより強かったかなって思います、うん、2位浮上を目指して挑んだ浦和戦では2点ビハインドの状況から杉田のゴールで1点を返すもハットトリックを決められさらにミスも絡むなど4対1と大敗。アイナック神戸はここで4位に後退。9月最後のゲームはジェフ市原戦、ここでも先制はするものの徐々に相手のリズムにはまってしまい同点、さらに逆転のゴールを許してしまう。きっかけ、まあ、アウェイが4連戦、うん、そうアウェイが結構うまくいかなくて うまくいかなくてホームでなんとか勝って そこからって感じ、タンタンタンってね。すごい、でも個人的にはなっちゃうんですけど、アウェーの4連戦の最後がジェフで、まあ、負けたんですよ、うんうんうん、で福割でやってて個人的にすっごい悔しくて自分出場機会もなかったんで、まあ、そっからの伊賀で、まあ、出れるってなったんで個人的にはそこが初めでした、うん、切り替わったっていうか、そう。10月ホームノエビアスタジアム神戸に戻っての初戦は伊賀久野市との対戦。開始早々に先制されるも田中のゴールで追いつき、アディショナルタイムまでもつれた接戦の結末はなんとオウンゴールでの勝利。でもあれはもう自分のゴールではなかったのは分かってたんでもうとりあえず勝てたことがほっとしたっていうのしか、うん、切り替わったっていうか、そう、勢いに乗ったアイナック神戸はまず3戦連続となる田中のゴールで先制、そして杉田が鮮やかなインターセプトからのゴールで追加点を決めて、次節ベレーザとの強豪対決へさらに加速した。非常に苦しんだ中で10月からはね、ホームでの試合ほとんどなりましたんで、いい試合をお見せできたんですけども、それゆえに、もう少し早くね、エンジンがかかっていたら結果どうだったかなという。
アウェーでのベレーザ戦では試合序盤に先制点を決め、アイナックを勝利に導いた田中美南。東西強豪対決として注目が集まった大一番、勝てば2位浮上のチャンスとあって選手たちは一堂に燃えた。試合序盤、キャプテン岩渕がヘッドで押し込み、まずは先制。続いて水野がホームで初のゴールを決めると、田中からのパスを受けて高瀬がこの見事なループシュート。これで3対0。そして極めつけは田中、ダメ押しとなる古巣への恩返しゴール。リーグ5連覇中の強敵を相手に1点で抑えての圧勝。予想外の結果にスタジアムはシーズン一番の盛り上がりを見せた。接戦しか考えてなかった、ね、逆に怖かったよね、うん、後ろは逆に怖かったです。あんなにポンポン入るからどうなるんだろうって。うん、遠足日程のため第15節の後の開催となった第9節。まずはコーナーキックのチャンス、中島から西川が合わせて先制点を叩き出す。ジェフ市原からアイナック神戸へとやってきた西川にとっては、伊賀戦での幻のオンゴールのこともあって、これが今度こその嬉しい移籍後初ゴール。安堵の入り混じった笑顔がこぼれます。その後杉田のゴールで追加点を奪うと、ゲーム中盤オーバーヘッドが決まり、これで3点目。高瀬の3試合連続となるゴールで勝負あり。3試合を残し首位浦和との勝ち点差は8。2位を走るアイナックは最後の望みにかける。ホーム5連戦、最後は前回アウェーで引き分けた野島とのゲーム。先制はアイナック、中島のシーズン2点目となるゴールが決まる。同点で迎えた後半、京川のゴールで勝ち越しに成功。これでついにホーム5連戦5連勝。このゲーム、中島の先制ゴールで1対0となった後のフリーキックのチャンス。するとこんな場面が。中島、坂口亮選手が西川選手を呼んで何やら作戦会議を始め出します。あのフリーキックが少し距離があったんで、どうするってなって、で練習で結構練習してて、西も無回転の練習を、無回転キックの練習をしてた頃で、あれやっちゃわないみたいな。そう、なんかエミさんが言い始めて、西あれ練習してたやつやろうみたいなのになったんでね。そう、で萌さんとかもすごい乗り気で、あ、いけんじゃないみたいな。あの聞こえないように、相手に聞こえないようにこう話してるんで、本当にいいのって私は確認してて、そう、ね、で行こうっつってやったんです、ね、楽しかったあれ。クラブ発足から一線で活躍する中島選手、そして移籍してきた坂口選手と西川選手、いかにもこのシーズンのアイナック神戸というクラブを象徴する彼女たちのワンシーンでした。心に余裕もあったから、ね、あの時は。最終節を待たずに決まった浦和の優勝。アイナック神戸にとっては勝って2位を確実にしたいラストゲーム。最後はアウェー戦で敗れた新潟との対戦。相手守備の一瞬をついてパスが出ると、京川がシュートを放ち、まずは先制。負けられない一戦、選手たちが執念を見せる。一進一退の攻防が続くゲームが動いたのは後半。杉田のパスがゴール前の田中へ。一度は止められるものの、落ち着いて再びシュート。自身4試合ぶり12点目となるゴール。最後のなでしこリーグは11勝5敗2分け、前年より1つ上となる2位で終えた。新潟とやるときはすごいやりづらかったです。確かにね、なんかやっと吹っ切れた感じは少しありました。でも不慣れな環境すぎてね、うん、悩む時間の方が多かった、うんうん、予想していた終わり方ではなかったです。まあ、絶対いい形ではないと思うんですけど、大きく成長できたかなとは思います。そう、頑張りました。
そしてキャプテン岩渕が退団。今年からイングランドでプレーすることに。かつてドイツでサッカー経験のある彼女は再びヨーロッパを活躍の舞台に選んだ。岩渕真奈はずっと私はあの日本の宝と、本人に言うと本人はもうやめてくださいよと謙遜しますけども、まあ、誰がどう見てもやっぱり日本の中心選手です。アイナックでももちろん頑張ってくれましたけども、サッカーしてるからこそ彼女が得たチャンスは、まあ、背中を押してあげたいなということで、もう心よくね、行かせました。海外のオファーがですね、そうですね、まあ、あのアストンビラを含めて、夏場にもやっぱりありまして、複数クラブからオファーあった中、やっぱりこのチャンスにどうしても海外挑戦したいというその本人の気持ちがありましたんでね、僕はサッカーよりも前にやっぱりその選手個人個人のね、人生の方が大事だと思っている中で、彼女はその決断をした。神戸から世界へというキーワードを掲げてやってますので、そういった意味では、まあ、岩渕の移籍というのは世界へ行く選手がやっぱり出てきたわけですから、まあ、それはあの良いことだなと思います。なでしこリーグを準優勝で締めくくったアイナック神戸。昨シーズンにはいろいろとメモリアルな出来事もありました。田中選手の通算100ゴール達成や中島選手の200試合出場など、節目となる数字はさらなる高みへの目標となることでしょう。さらに日本代表のトレーニングキャンプにアイナック神戸から7名の選手が招集されました。スタンボー選手、伊藤選手はこれが初の招集となります。来季から WE リーグになります。いよいよ日本女子サッカーがプロリーグとなるということで、WE リーグ、2021年秋、日本で初となる女子プロサッカーが開幕。幾多の変遷を経た日本女子サッカーリーグに、国内最高峰として誕生する WE リーグには11のクラブが参加する。11クラブということで、8かな10かなと思っていた中で、サプライズといいますか、11クラブというのはあの私もあの予想していませんでしたので、これから、皆さんと共に、WE リーグを盛り上げていきたい。私は実はリーグに提言をしています。要は1チームはアンダー20選抜を毎試合呼んでほしいとか、必ず6試合が行われるようにしてほしいと。トップレベルの選手と若い選手戦える環境を作っておくことが日本の女子サッカーの発展にはつながると思いますので。とにかく今なでしこリーグは観客数が少ない、興行として全然成り立っていません。それを、まあ、WE リーグが始まったらばもう完全に興行として成り立つようにしていかなきゃいけないと思うんです。リーグが目指すその5000人というね、観客動員を目標にしようと、ここ近年では5000人以上の動員をした試合をしているのはアイナックだけです。その5000人のやり方、ここが川澄選手もね驚いてたんですけども、そのやっぱり勝たないと5000人集まらないと思ってたというところが、5000人を達成したのはどうやってやったんですかみたいなことでね、彼女も興味持ってましたけども、それはやっぱりいろんなお客様にね見に来ていただく努力っていうのは、やっぱりホームタウン活動であったり、一方で選手たちがねやっぱりツイッターだったりインスタグラムだったりで呼びかけたり、クラブのスタッフがやっぱりいろんなところに出かけてポスターを貼ったり、見に来てほしいというような声掛けをしたり、そこから次へつなげていく安定というのが実はアイナックが目指すところ。なんでこんなに観客が集まるんだろうって、まあ、疑問だった。まあもちろんその選手のスター性とかもそういったところなのかなって思ってみたら、入った時にやっぱそのフロントスタッフの頑張りもすごい多くて、イベントだったりグッズ販売だったりいろいろ考えて試行錯誤して観客を集めてきてくれるんで、でも選手の力だけじゃないんだとは思った。プロとしての意識で、そのプロとしての意識ができてくることによって、ピッチ上のそのプレーの質が上がってくるのではないかと思います。なでしこリーグと同じだとやっぱり私たちとしても困るわけです。まあ、そのプロサッカー選手としての自覚とか責任とかもこれからきっと来ると思うので、そこで人をどれだけ集められるか、チームとしても個人としてもこれからもっと頑張っていかないといけないんだなとか。でもなんかそれはなんかやっぱお客さんに見せてる部分、それが評価
とかになってくるので、もうなんかニッシーが言った通りちょっと待ってタレントではないしアイドルでもないし、やっぱり最後あの一番大事なスポーツ選手、特にうちは女子サッカー選手ということなんで、やっぱり本業というかね、なりわいはやっぱりサッカーで、ファンサービスも大事ですけど、やっぱり競技もう競技の重要性が大事ですので、やっぱり魅力あるサッカーをして、それ来ていただいた方がまた行こうと思っていただけるのはやっぱりサッカーでしかないと思いますので、やっぱりサッカーの部分を来シーズンは強化しないと、あの逆にファンの皆様にはファンサービス減ったじゃないかと思われてしまうかもしれませんけども、まずやっぱりね、サッカーを強くしないとというのが私の今の目下の課題です。初代チャンピオンはなりたいよね、うん、絶対残るし、うん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 、本当だね、うん、フィーリーグのね、フィーリーグのね、そうだまあなんか不完全燃焼みたいな感じで今年も終わっちゃったからね、うん、来年こそはってところあるよね、うんうん、これでいいのさらにね、やっぱり勝利ということが、必要になってきますので、やはり戦えるメンバー、そしてそれを監督コーチがしっかりと選手たちを育ててチームを勝たせる上昇軍団をね、やっぱり取り戻したいなというふうに思いますね。やっぱりそれを取り戻すにはやっぱりクラブの空気というのを今一度ね、引き締めてね、まあ、ウィーリーグ始まる中で初代チャンピオンになりたい、昨年までも私もそうです、選手たちも優勝したい優勝したい、もう口だけでは許されないところまで来てますので、ぜひね、一つずつ勝ち点3を積み上げていってね、優勝を取れるような、そういうクラブにしていきたいと思います。 Go for it! アイナック神戸レオネッサ